ほい。すっかり忘れてたけど、森の島のマップも書いてもらおう。何か重要なヒントがもらえるかも。はしごのあたりね。お願いします。うん、さてここからが重要。この島からちょっと北に行った爆弾島ってところにでっけえ荷物を背負ったすんげえ図体の行商人を見かけたんだ。へえ、あんなことで何してやがったんだ。ったく変な野郎もいたもんだぜ。それだけか。気になる情報があったんだけどな。わかりました。じゃあしょうがない、上陸しよう。さてようやく森の島に戻ってきたんだけど、どこの水を汲んでいけばいいのかな。ここかな。デクの貴様近くの水を持っていけばよろしいのかな。じゃあちょっと失礼。あ、なんだ、高さが足りなくて汲むことが、この辺かな。あ、いかにもそれっぽいのに違うのか。つうかこの湧き水、ここで取るんじゃないのか。気になるこの変な光を追ってってしまう。えい、お、なに？森のホタルを瓶に入れた不思議な光を放つ神秘的な生き物。すごい、なんかたまたま振ってみた瓶の中に入っちゃったけど、今はいらないんだよな。離してあげる。気になるね。何か特別な役割があるのかも。結構いろんなことがあるんだな。ちょっとデクノキ様、お水くださいよ。うまくことは進んでいないけど、コログのこと、あ、待って待って、森の水のことが出た。もう一回。はい、ちゃんと話が変わっていくんだね。じゃあ森の水のこと。森の水、そうか、この森の秘密に気がついたのじゃな。教えてもらったんだけどね。この森の水は木々に生命力をみなぎらせる不思議な力を持っておってな。この水さえあれば枯れた木に生命力を取り戻すことも不可能ではない。可能ではないかもしれない。だが森の水は外気に弱く、この森から持ち出せば30分でただの水になってしまうのじゃ。大丈夫だよ、瓶にしまっていくから。この老いぼれが長い年月生きていられるのもこの水のおかげということなのじゃ。ここの水はなんでそれだけ特別なんでしょうね。コルグたちが困っておるならぜひ助けになってやっておくれ。その森の水が効果を発揮する間はコルグたちの場所をマップに記しておくでのう。ほう、なるほど。とりあえずどこでもいいから汲んでみましょうか。この辺り、ドプン。森の水を瓶に入れた。お、キラキラ光っている。何回でも使えるが森の外に持ち出して30分経てばただの水。なんでだよ、外気に弱いって言ってて瓶の中にしまってるのに。すごく敏感というか、この森以外ではほとんど効果を示さないのかな。しょうがない。ホタルのことも気になるけど、急いで持ち帰らないといけないというか、持って行ってあげないといけない。お、ちゃんと時間が書かれている。へえ。お、なんだ、ちゃんとコルグちゃんたちの場所がはっきり分かっちゃいますね。進行方向、あ、目的地にもちゃんと1匹いるんだ。さっき近いところにいたのがここでしょ。そしてここ。全部で 1,2,3,4,5,6,7,8 8体いるのか。なるほど。結構遠いところもあるな。ここまで30分で行く。まあできなくもないけど急いで行かなきゃいけないかな。なるほど。じゃあこのマップちらっと覚えておいて後でメモっておこうかな。まあこのアイテム持ってる間は記されるから忘れちゃっても大丈夫かも。じゃあ急いで行きましょう。ほい。おい、赤獅子、ここから行けないと流されていきましょう。Oh. Ah, eh, Akajishi. Ita, ita. Sa, isoide ikou. To. マップは東を示している。はい。さあ、急いでいきましょう。さあ、持ってきたよ。コログちゃん。私は森の木がこれ以上枯れないように手を尽くします。お、一応そんなことはできるんだ。剣士様は森の島にいて森の水を持ってきてください。持ってきたよ。よし。これを手を尽くすって言われてもな。まあしょうがない。じゃあかけてあげましょう。ほい。どうだ？おお。ムキムキ。いきなり力強くなったぞ。ありがとうございます、剣士様。仲間のコログはあと7人います。すべての森の木にその水をかければきっと木は元気を取り戻すはずです。剣士様の持つ森の水はあと27分3秒でただの水になってしまいます。え、これってこの瓶何回でも使えるって書いてあったからそういうことなの？ 30 分以内にすべてのコログたちのところ回っていかないとダメってこと？失敗したらただの木？枯れ木になっちゃうの？急いで他の仲間を探してください。あ、そういうイベントなんだ。森の水をかけたがまだ元気を取り戻せていないようだ。ああ、そういうイベントだったんですね。すげえなこれ。この小瓶1回しか使えないかと思ったけど本当に何回でも使えるんだ。はあ、ある意味では何回でも使えるただの水ってことになるけど。へえ、ちょっと現段階では厳しいかな。こんな感じでこうどこかを渡っていかないといけないとかそういうイベントが待ってるときついから、これは後回しにするべきかな。しょうがない。それぞれのコログの場所を覚えて何をすべきか、どんなアイテムが必要かを見てから挑戦しましょう。ごめんね。またよろしくと。さて、次の上限の月に来るまでを待ってるんだけど、変なやつらがいるぞ。もう思った以上にこれは凶悪な面してる。おっと、何これ、くそ。ちょっと狙ってみるか。うわー、ちょっと怖え。ほい。おお、いいぞ。やったっぽい。ほい。なになになに、プロペラか。くそ。ほい。もう一回。よし。くらえ。ふう。なんとか勝った。おお、勝手にルピーが来てくれるんだ。しかしやっつけたはいいけど特にいいことねえな。この辺りはこの辺です。お、光ってる。あ、近づきすぎちゃうと消えるんだ。へえ。ほい。あら、外れたか。この辺かな。よし、ここだな。ほい。こういうところはだいたい50ルピーなのかな。マップでは示されないただの光はそんな感じかな。うん。この辺にいるお魚さんを見つけに行こう。北へ向きの風だよね。あっちの方怪しいな。お魚さんいますかね。今のうちに餌を準備。お、あ、いたいた。あっちか。ちょっと逆側だな。どっちだ？こっちかな？そい。お、お、なんだ？あれ、全然違う方向だった？確かこの見張り台が目印っぽくなってきたけど、なんか撃たれてる。畜生、また上陸してると。よし、行くぞ。お、月が、うん、あの調子だと次の日あたりが半月になっちゃうのかな。よし。さあ、あれ？あら？ここから撃たれてたような感じがしたけど、どういうことだ？向こう側の方が気になるのかな。こんにゃろ。一応全部壊していこう。持たないとダメか。お、あそこにある島は何だろう。しょうがない。行くしかないと。あ、もっと上の方から何かされてるのかもしれない。ほい。じゃあ向こう側に行こう。ちゃんと左下の方のアイコンで月の様子が分かるんだね。新月っていうのはないのかもしれない。あれ、さかなくんどの辺にいるんだろう。お、あら、まさかのはしごなしだと。残念。しょうがない。魚。あ、跳ねてる跳ねてる。よし。マップ。結構離れてるな。端っこの方に行っちゃう。気になる島も出てきたけど、特徴的な形してるな。ほい。やっ、暗いところでも嫁が効く。お、トゲの妖精島。確かにそう聞いてたけど、あんちゃん金の羽って持ってないか。チャラ男と同じこと言ってんのか。彼女へのプレゼントか。最近竜の島に住んでるリト族の女の子の間で超かわいいって人気らしいぜ。でもよ、金の羽は鳥の化け物を倒さねえと手に入らねえって話だし、彼女のいるリト族の男は底辺だな。情報は以上だ。あいよ。おっとっと。なるほどね。最近流行りのアイテムゲットして彼女にプレゼントか。なかなか大変だけど、あれがトゲの妖精島か。あまり時間を食ってしまうと次の半月を見逃しちゃうんで急いでいこう。ほい。これまた特徴的な貝殻っぽい感じ。おお、なんでしょうこれ。あ、なんか登ってくれとやんばかり。うわー、おーっとっと、危ない。確実にアイテムをもらえるこのアイテムを使っていこう。ほい。これはどう？あ、これ関係ない。ほい。はいよ。しかしお金がもう手に入らない。ここは登るんと違うんか、これ。お、なんかいけそう、いけそうだけど、なんか今はいけなかった感。あ、ダメだ。何これ、自分でここに登ると思ったんだけど、そうでもないのか。何かアイテムがないといけない。うん、残念だな。今のリンクには何もできないのかもしれない。一応、お、カンカンカンとか言って一応ターゲットはできるんだ。そっか、残念。他に何かできないかなと。おっと、昼になってしまった。昼の間に移動して夜に備えよう。じゃあ戻ろうと。さて、すっかり忘れていたんだけど、あの月は右側が欠けてる状態じゃないといけないんだよね。いやー、途中で、ここに来る途中で思い出しちゃって、あーってなっちゃったんだけど、仕方がない。罰としてここでじっと待っていましょう。じゃあしばらくここで放置。はい、というわけでじっとしてられませんでした。いやー、これから3日4日待たないといけないから、実時間でも結構時間かかっちゃうので、ちょっとうろちょろしてみようかなと。全然罰になってないけど、まあいいかなと。こんな感じで死亡フラグを立てていきましょう。じゃあとりあえずお話。俺はどちらかっていうと物知りな船乗りだ。海の上のことなら何でも俺に聞きな。お、俺の気分は風向き次第でコロコロ変わる。お、まあこまめに聞きに来るんだな。風向きによって話す言葉が変わるっていうキャラクターなのかな。今は北西に吹く風か。そういや、北西にまるで童話にでも出てきそうな妙竹林な島があるぞ。お、あの島で妖精を見たって仲間もいたな。嘘か本当かは知らねえがな。なるほど、風向きによって教えてくれる情報が変わるんだ。へえ、おませななんとかちゃんよりか使えるかも。よし、じゃあとりあえず降りよう。なんでここに来たかっていうと、お墓っぽいところになんかトトウという人がいて、あの人がなんか昼夜を変えるリズムを教えてほしいとか言ってたから、あのお墓調べればタクトでなんとかなるんじゃないかなと。これだね。特に何でもないのか。そっか、魔法の踊り、リズムさえ思い出せれば完璧に踊れるのにな。リズムか。じゃあ構えるだけでもいいのかな。お、なるほど、リズムを変えてみよう。あれ、そう、そのリズムだ。うん、乗ってきたぜ。まさかの、どうやって表紙を変えるんだっけなって思い出そうとしてたら、勝手にやってくれちゃう。ありがとう、3拍子。ポーポーはちょっとワンテンポ遅れてくる。そのポーっているの。あ、今のがヒントなのか。まずは、体の左手側の方にやってるから、この画面だと右かな。よし、右、左、ポー。ポー。違う。ポー。わかった。ポーは下の方だな。じゃあ右左下か。よし、きたー。おお、昼夜の歌を覚えた。おお、よし、完璧に思い出したぜ。それ、夜になれ。マジでポー。ちょっと遅れてくるのが3拍子じゃねえんだけど。あり、どうしたんだ。全然何も起こらないぜ。多分リズムが狂ってるからじゃないかな。なんでって、それ3拍子じゃねえからだよ、きっと。それかもしかしたらこの風のタクトを持ってないと意味がないのかも。普通の人がリズムとかダンスを踊るだけで、ね、昼とか夜を変えられちゃったら大変だもんな。あ、ってことはこの歌を使えばもっと時間短縮できる。へえ、ラッキー。タウラ島にやってきてよかったな。よし、じゃあ風向きを変えてヒントをもらいながら戻ろう。今回は南東の風かな。さあ戻ってきてよかった。今は南東に吹く風か。そういや以前南の孤島に間違いな家が建ってるのを見たことがある。どこの世間知らずかは知らんが、あんなところに別荘を作るなんてまともな神経の持ち主じゃねえよな。なるほど、物知りですね。よし、じゃあそっちの方に行きながら戻っていこう。マップとしてはここから南東に行って目的地はここですね。じゃあその間まで船旅をやっていこう。大丈夫。昼夜の歌を手に入れたからにはもうすごいスピードで時間を回せるはず。いやー、戻ってきてよかったタウラ島。そしてちょっとリズムが取れないトトーさん、ありがとう。待って、どうやって表紙を変えるんだっけ。あ、ちゃんと変えられるよね。さっきスティックを上にしか倒してなかったのかな。左が4拍子、右が6拍子、下が3拍子。まあ下というか上と下はそれなんだけどね。よし、じゃあ行こう。魚のチェックは忘れないように。この辺には魚が見当たらないな。なんかあそこちょろっと盛り上がってるように見えるけど、あれ魚かな。違うか、ただの波かな。そっか。どんどんマップを埋めていって情報も得たいんだけど、びっくりしてジャンプしちゃったよ。驚いて飛び上がるとかゲームのキャラクターじゃないんだからさ。我ながら変なアクションをしてしまったが、意外といないな。あれはお宝か。お宝はそれほどいらないんですよね。今お財布満帆なんで。なかなかお魚くんに会えない。正式な名前は何て言うんでしょうね。しょうがない、東の方に行っちゃおう。お、なんだろうこれ。トゲの妖精島っぽいところだけど、わあ、岩があって防がれてる。うん。お、あ、コログちゃん、ここもそうだったか。なるほど。はい、お元気ですよ。他の仲間が植えた森の木が枯れているですって。うん、もしやとは思っていたのですが、これもガノンというものの仕業なんでしょうか。あ、そう言われたらね、今年だけダメなことがわかるのかも。なるほど。森の水を持ってきてください。今は普通の水になっちゃってるんでダメかな。そして、おっと、びっくりした。いや、チュチュゼリーだけもらえればもういいや。しかしこの防いである、塞がれたこの謎の、これ何なんでしょうね。気になるな。これは持てないよな。すごく力持ちになれるグローブあたりが必要なのかもしれない。しょうがない、出ましょう。このあたりにお魚くんいないかチェックしておこう。あ、いた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 。とマップを埋めていくっていう作業が面白いからな。さあ行くぞ。ほい、アイテム。ほいほい。あ、遠すぎた。チッ。ほい、あれ、お、もう一回。いや、もう一回というか、あ、近っ。あれ、お魚くんじゃないの。あ、おう、なんでさっき無視した？頼むよ。お、ちょっとハートっぽい。東の妖精島。タウラ島じゃあ夜になるとオークションってやつが開かれてて、毎晩金持ちの館に集まって道楽に興じてやがるんだ。あ、そう言われればタウラ島って夜がなかったような気がする。オークションでお宝を競り落とすには忍耐と思い切り、これが重要。うん、オークションはね、こうどこまで引っ張っていって他の人を落とすかっていう感じだろうね。なんでもお宝の中には船がすんごく速くなるホッなんていう一品もあるらしいぜ。マジか、これ500ルピーで足りるかな。あんちゃんもチャレンジしてみるこったな。うん、気になる情報ありがとう。じゃあ一回行ってみようかね。後でこの情報は覚えておこう。さてマップの方はここのマップをゲットしたんで、ここを通ってこっちの方に行こう。ちょうど今は満月か。あと2日3日ぐらい、2日ぐらいかな、経つとこんな下限の月で今度こそ幽霊船を捕まえられるかも。幽霊船に乗り込もうと思ったら道具が足りなくてっていうなことになったら涙が出ますよ。夜だとお宝の位置がよくわかるな。お宝の位置は分かってもお魚くんがいないとちょっと寂しいな。あ、いたいた。あれでしょ、なんかめっちゃ遠いけど、いや、なんか やべえ。しかもぶっちゃけあれは魚じゃない。なんだろう、遠すぎてよくわからんな。あー、竜巻に飲まれてない。気になるな。うん、敵かなあれ。結構穂の向きが逆なんで、ほい、気になるから近づいてみるけど、何にもなかったら諦めますよ。おー、なんか特徴的だけどイカダっぽい。お、なんだか海が荒れてきたぞ。ようやく近づいたけど、あれはなんだ、気になったけどチェリーのお店だよ。無駄な時間を過ごしたと思ったけど、えい、今のうちに餌とか買い直しておこう。なんじゃこりゃ。たまたま見かけたコンビニに入って必需品というか生活用品を買おうと思ったら、まさかの売り切れマーク。オーマイド、いつもごひいきに。はい、なんかこんな雰囲気だったっけ。やは都合上今売ってない、もうちょっと待っててよ。お客さんは24ポイントね。はい、これはもしかして、あー、薬か。空き瓶かと思ったのに、残念。爆弾は入荷未定ね。値段高くて仕入れできないよ。あの親父足元見やがって。だよね、何万ルピーとふっかけられてるもんね。なるほど、矢と爆弾をここで買えるようになるんだ。へえ。そして薬も持てると。違いがあるのかな。あ、もしかして夜に来ると品物が変わるとか、どうなんでしょうね。とにかく欲しかったアイテムをもらえなくて踏んだり蹴ったりだな。はい、というわけで目的地に帰ろうと。マップは今この辺、魚、ここまで来たら魚あっていかないともったいなすぎるでしょ。いないかな。結構見当たらないもんだね。これも定めか。なるほど、ちょっと明かりが灯ってるから離れてて気づいちゃったのかな。行ってみて全くの無駄足だったっていうのは気に食わないけど仕方がない。お、なんだ、宝箱か。今はお宝よりも情報の方が大切。おお、朝になっちゃった。どうやら魚はいないっぽいから所定の位置まで行って昼夜の歌を使える準備をしておこう。